こんにちは、ケンギですか。キンビアセティック所属のランナーでブルビング株式会社代表取締役のヒラムです。今回こちらの動画をお届けさせていただいているのは、プロの知識が学べる最高のオンライン講座を紹介させていただきたいからです。その前に、あなたの貴重なお時間を無駄にしないために、いくつか簡単な質問をさせてください。一つ目の質問です。あなたは今、長距離走やマラソンをやっていて、目標とするタイムやレースの順位がありますか？もしも、サブ3やサブ8が、ハーフマラソン90分切りなど、特定の目標がある方は、このまま続きをご覧ください。5000メートル、ハーフマラソン、マラソンと、複数の目標がある方も大丈夫です。一方で、痩せたい、モテたい、美ボディを作りたいという方は、私は専門家ではありませんので、お役に立てません。申し訳ありません。また、健康のために走っているという方に関しても、こちらのウェルビーングオンラインスクールは、あなたにぴったりのコンテンツとは言えません。体調管理マスタープログラムか、ウェルビーングのための栄養学の方をご覧ください。二つ目の質問です。先ほど、目標とするタイムをお聞きしたのですが、その目標タイムは最終ゴールでしょうか？それとも直近の目標でしょうか？一つ目の質問で頭に思い浮かべた目標が直近の目標であり、本当はもっと先に達成した目標があるという方は、そちらも頭に思い浮かべてください。現状では目標ではなく、夢だと感じられるようなものでも構いません。三つ目の質問です。あなたは走り始めて1年以上は経ってるでしょうか？もしも走り始めてまだ1年以内であれば、私のデルマークはないと思います。というのも、走り始めて1年以内というのは、やればやるほど伸びていく時期で、特に専門家のアドバイスを必要としないからです。4つ目の質問です。あなたは現在よりも練習時間や練習の負荷を大幅に増やすことができるでしょうか？例えば、週に50キロ走っているのを倍の100キロにしたり、あるいは、量はそのままで、著しく質を上げたりすることができるでしょうか？もしできるのであれば、やはり私の出る幕ではありません。まずは、ご自身のできることからやっていただければと思います。5つ目の質問です。あなたは現在の生活環境や練習時間、練習の負荷をほとんど変えずに、プロの知識を使って最短最速で目標を達成したいですか？例えば、普通なら5年かかるところを1年で到達したり、あるいは普通にやったら一生かかっても達成できなかったようなところに、プロの知識を使って到達したいと思いますか？改めてまとめてみますと、もしあなたが5000メートルからマラソンまでの距離でタイム、もしくは順位に関する目標を持っており、走り始めて1年以上経っていて、練習時間や練習の負荷、生活環境を大きく変えることができないという状況の中で、プロの知識を使って最短最速で目標を達成したい、もしくは自分の想像をはるかに超える景色を見てみたいという方には、ウェルビングオンラインスクールは絶対にぴったりです。さて、ここからはウェルビングオンラインスクールについてステップバイステップで解説していきます。まずは、ウェルビーイングオンラインスクールがどういうものなのかということですが、オンラインに公開している41本合わせて、総再生時間約30時間のオンライン講座です。では、こちらのプログラムが主に何を解説しているのかということですが、大きく分けると、トレーニング、リカバリー戦略、心の3要素です。長距離走マラソンが速くなるためには、まずは何と言ってもトレーニングが大切です。走らないことには何も始まりません。寝てても速くなろうと考えている人は、バットを振らずにヒットを打とうとしている野球選手みたいなものです。ですが、経験を積んだ中級者や上級者の方ほど、ただ走れば速くなるわけではないことをお分かりいただけると思います。マラソンは走れば走るほど速くなるような簡単な種目ではありません。ですが、逆の言い方をすれば、トレーニングの組み合わせ方やトレーニングのやり方次第で、同じ時間、同じきつさでトレーニングをしていても、結果は変わってくるということです。ウェルビーイングオンラインスクールは、自分に合った最適な練習計画の立て方とその実践の仕方についてステップバイステップで解説をします。次にリカバリー戦略です。私のコーチリーダーホーゲンは、これまでロンドン、ニューヨーク、シカゴ、ベアリン、ボストンなどのメジャーレースでのチャンピオンやトップ3、トップ6に入る選手を何ダースも育て上げてきました。そのコーチホーゲンが、栄養が選手を速くするというふうに言っています。それはなぜかというと、同じ練習をしていてもリカバリーの質が高ければ、それだけ体がトレーニング刺激に適応するからです。私たちはトレーニングで速くなるのではありません。トレーニングは
体を細胞レベルで破壊する行為です。その後、疲労状態から体が回復し、さらに適応するという順で走るのが速くなります。このリカバリーの質を高めるのが、栄養、睡眠、サプリメント、ヨガ、セルフマッサージ、温練療法などなどです。これらについても、ステップバイステップで解説をします。三つ目の要素は、心です。人間のやることは全てそうなのですが、同じことをやっていても、心がけ一つで大きく変わります。歴史的には、まずは軍隊で人間心理と兵士のパフォーマンスについて研究がなされてきました。そして、それで成果が出たのが確認されると、冷戦時代に科学者、スポーツ選手に応用されました。そして、そこで成果が出た後で、企業研修に導入されるようになりました。そういった歴史の過程の中で証明されてきた、自分のパフォーマンスを最大限に発揮するための心理学について解説をします。ここまで大丈夫ですか？では、これら3つの要素について、どのようにお伝えしているのかということですが、トレーニング編、リカバリー戦略編、マインドセット編の3つに分け、それぞれ13本の動画で、理論から実践、抽象から具体へと、ステップバイステップで解説をしていきます。動画1本あたりの長さは20分から60分で、お忙しい中でもコツコツ学んでいただけるようにしています。さらに、私だけではなく、一流選手とのコラボ動画もボーナス動画としてつけています。一人目は、小田原マラソン2時間36分の好タイムで優勝した大久保絵里さんとのコラボ講義です。大久保絵里さんは、ハイテクタウンというランナー向けのジムで、普通に働きながら小田原マラソン2時間36分の好タイムで優勝された方です。大久保さんに当時の練習内容を公開していただき、練習計画の立て方、体重管理や異性との付き合い方、仕事との兼ね合いなどなど、市民ランナーが結果を出す上で必要なことを全て丁寧に解説していただいています。もう一人の方は中村麻衣子さんです。中村さんは 3000m 障害のインカレチャンピオンで日本選手権でも2番に入られている方です。1500m でもインカレ入賞している中距離ランナーです。一般的には長距離ランナーよりも中距離ランナーの方が動き作りやサーキットトレーニングにしっかりと取り組みます。ですので、中村さんに綺麗に効率よく前に進む走りを身につけるための動き作りや体幹トレーニング、サーキットトレーニングについて解説をしていただいています。ここまでも大丈夫ですか？さて、ではどの程度で成果が出るのかということですが、これは個人差がありますので、何週間で結果が出ますとは断言できません。そもそもの話をすると、長距離走というのは、今日やって1週間後に急に速くなるということは絶対にありません。学んで実践し、何度かの試行錯誤を得て、おおよそ半年後に結果が出ると思ってください。あるいは、少し保守的に言って、1年と言っておきましょう。長距離走、マラソンというのはそういうスポーツです。私が教えたら、1ヶ月後に劇的に速くなっていますという人がいたら、その人は詐欺師です。それは単純に、あなたがそれ以前からコツコツと積み重ねてきたことが、目に見える結果につながっただけのことであって、その人のおかげではありません。ですが、1年後にはウェルビーイングオンラインスクールの受講している他の人の半分程度の成果でも絶対に満足していただけるのですが、いかがですか？さて、ウェルビーイングオンラインスクールの受講登録の仕方ですが、お名前やメールアドレスなど簡単な基本情報を入力するだけで5分ほどで完了します。お支払い方法はクレジットカード、ペイパル、銀行振込の方からお選びいただけ、クレジットカード、ペイパルをお選びいただいた方にはご入力いただいたメールアドレスの方に自動返信メールで Wellbeing Online School のページ URL とパスワードがすぐに届きます。銀行振込の場合は私が確認させていただいた後、手動にてメールでページ URL とパスワードを送らせていただきます。ですので、基本情報を入力し始めて文字通り10分後にはお手元にプロのエッジが詰まった講義が届きます。さて、Wellbeing Online School を受講した方はたった1年間で5000メートルが17分台から15分台とジャンプアップしたり、マラソンが3時間16分から2時間42分へとジャンプアップしています。各位私がこの講義内で解説している内容を実践し、マラソン2時間30分から2時間13分へとジャンプアップしました。このような講義がたった 99,800円の投資で受講していただけます。クレジットカードの分割払いをご利用いただけますので、もし24回払いをご利用いただきますと、月々たったの5000円の自己投資で受講していただけます。もし24回払いで受講していただきますと、支払いが終わる2年後には、ウェルビングオンラインスクールが、米とパンがこのように誕生して以来、最高のオンライン講座だとご納得いただけます。
さらに、ここからが最も重要なことなのですが、こちらのプログラムには全額返金保証をつけています。もしも万が一、すべての講義動画を見終わった後でご満足いただけなければ、理由を問わずに全額返金させていただきます。ですが、そのようなことにはならないでしょう。実際に、ウェルビーイングオンラインスクールの他の受講生の半分程度の成果でも、絶対に満足していただけます。残り唯一の問題は、あなたがもっと早くこちらの動画に出会えなかったことだけなんですが、いかがですか？ここまで言っても、すぐには決めきれないよ、もう少し考えたいという方もいらっしゃるかと思います。お気持ちはとてもわかります。ですが、一つだけ質問させてください。ここまででウェルビーイングオンラインスクールに興味を持っていただけてますか？良さそうなオンライン講座だなと思っていただけてますか？もし思っていただけていないのでしたら、今すぐこの動画を閉じてください。また大会などでお会いできたらと思います。ですが、もし少しでも良さそうだなと思っていただけているのでしたら、私の話をもう少し聞いてください。ウェルビーイングオンラインスクールの真の長所は再現性の高さです。世の中には私よりも競技能力の高い選手はたくさんいます。ですが、そういった選手が他の人にも教えられるかというと、そうとも限らないです。むしろ素質に恵まれた人ほど根性論に陥りがちです。私は根性があれば速く走れるとは考えていません。それは私が何とも挫折を味わい涙を流してきたからです。努力しても努力しても速くならない。それどころか故障やオーバートレーニングでむしろ遅くなってしまうということを何度も経験してきました。その都度原因を考え、いろいろなことを調べ、人の話を聞き、試行錯誤をしてきました。そしてある程度全人類に共通する原理原則があることに気づきました。正直に申し上げますが、もしあなたがマラソン2時間12、3分で走り、これからサブ10を目指すというのであれば指導は難しいです。一流選手を育てるのは難しいんです。そして、冒頭でも申し上げました通り、あなたが走り始めてまだ1年以内なら、私の出番はありません。この時期は走っていれば勝手に伸びていきます。ですが、もしあなたが走り始めて1年以上で、なおかつマラソンで言えば、4時間半から2時間20分くらいまでの間であれば、かなりの再現性を持って、あなたを最短最速での成功に導くことができます。途中、わからないことや迷うことも出てくると思いますが、メールでの無料サポートがついています。講義動画と合わせて、無料メールサポートで、ステップバイステップでサポートしますので、ご安心ください。さて、ここであなたに一つ質問させてください。もし私が過去3年間、あなたのサポートを担当させていただき、あなた自身、ちょっと前までは、考えられないような成果を上げてタイムを縮め続けているとすれば、もうちょっと考えたい、今すぐ決められないとおっしゃいますか？何も直接私に言う必要はありませんから、ご自身の胸に手を当てて考えてみてください。もし過去3年間私からのアドバイスを受けてタイムを自分でも考えられないほど伸ばし続けているとすれば、どうやって申し込んだらいいですか？ URL 送ってくださいとおっしゃいませんか？もちろんそうおっしゃるでしょう。問題は、私がまだ世間的には無名だということです。あなたはまだ私のことをよくご存知ないでしょうし、実際、私は日本記録保持者でもオリンピアンでもありません。ですので、改めて自己紹介させてください。私の名前は池上秀之。大阪マラソン2017の日本人トップで、谷川マリハーフマラソン、アゲオハーフマラソン、ハイテクハーフマラソン、グアムハーフ、ケアンズマラソンなど、国内外の様々なレースで優勝しています。同時にウェルビーイング株式会社の代表取締役として1万人のランナーさんの自己実現をサポートさせていただくのが目標です。そのためにもあなたはここで失望させるわけにはいきません。ぜひウェルビーイングオンラインスクールを利用して最短最速での目標達成を実現していただきたいと思っています。実際、私の目の黒い位置はたとえ地球の反対側にいたとしても、メールであなたのサポートをさせていただきますのでご安心ください。ここまで言っても、いや、そうは言っても高いよとおっしゃる方もいらっしゃいます。お気持ちはわかるのですが、どうして 99,800 円という価格がついているのでしょうか。それは普通なら5年かかるようなところを1年で到達するという時短を実現するからです。さらに、普通なら到達できなかったところに到達できるようになるかもしれません。実際こちらのプログラムには、私が15年間走り続けてきた経験、日本国内はもちろんのこと、ケニア、オーストラリア、ドイツ、オーストリア、アメリカ、ニュージーランドなど、国内外を転々として100人以上の一流選手、一流指導者から学んだこと、要所和所問わず数百冊の本を読んだ内容が詰め込まれています。どうしてこんなに高いんですかと言われるのですが、私はどうしてこんなに安いんですかと聞いてほしいと思っています。こちらの講義は一度自己登録していただくと一生ご利用いただけますが、5年間で考えても年額2万円、
月額たったの1700円です。そして、何よりも大切なのは、こちらのプログラムは時短を実現させるものなので、タイミングが重要だということです。1年間もやってる間に他の受講生が成果を出していくのを指を加えて見ていることほどつまらないことはありません。あなたの投資が最高の結果を生むように、ピンときたら必ず即決してください。最後に改めて考えてみてください。財布のケースは何でしょうか？もし全ての講義動画をご覧いただいたにもかかわらず、何らかの事情であなたのお役に立てなかったとしましょう。その場合は全額返金請求をしてください。全額返金させていただき、その後もあなたの手元には藤原新太さんを含め、多くの方から高評価をいただいた 99,800 円のオンライン講座が届きます。そして、もし今回も私が正しければ、あなたはプロの知識を使って最短最速で目標を達成し、場合によっては、あなたが想像もしていなかったような結果を出し、私は1万人の目標達成をサポートするという目標に一歩近づくので、みんなハッピーです。実際のところ、ベルビンコオンラインスクールの他の受講生の方の半分程度の成果でも、絶対に満足していただけます。想定する唯一の問題は、あなたがもっと早くこちらの動画に出会わなかったことだけです。この機会に受講登録されてはいかがですか？それでは、ウェルビーイングオンラインスクールの方でお会いしましょう。